ジェームズ・コバーン、ジェームズ・ハリソン・コバーン3世、ジェームズ・ハリソン・コーバーン EE、1928年8月31日から2002年11月18日は、アメリカの映画、テレビ俳優である。コバーンは45年間のキャリアを通して70を超える映画と100を超えるテレビドラマに出演した。幅広い役柄を演じた彼は白い刻印のグレン・ホワイトハウス役でアカデミー助演男優賞を受賞した。荒野の7人、突撃隊、大脱走、ダンディ少佐、電撃フリント号、号作戦、夕日のギャングたち、ビリー・ザ・キッド、21歳の生涯といった西部劇やアクション映画で荒削りの歯を見せて笑うタフな男を演じることが多かった。1960年代後半から1970年代前半にかけて彼はクールなイメージを持たれる。そして同年代のリー・マーヴィンやスティーブ・マックイーン、チャールズ・ブロンソンと同様に彼はタフガイのスターになった。アメリカで柔道を学び黒帯を取得、来日時には講道館を訪れた。また、ブルース・リーに武術、アクションを学んでいる。コバーンはネブラスカ州ローレルに生まれる。母親はマイレット S、旧姓、ジョンソン、父親はジェームズ・ハリソン・コバーン・ジュニアで彼は世界恐慌での失業者だった。コバーンはスコットランド=アイルランド系であり、スウェーデン系でもあった。彼はカリフォルニア州コンプトンで育ち、コンプトンジュニアカレッジ卒業後の1950年代、アメリカ陸軍に入隊した。軍隊で彼はトラック運転手やテキサス州の陸軍ラジオの臨時 DJ として働いた。また、彼はドイツ、マインツの陸軍訓練用フィルムのナレーションも務めた。その後はロサンゼルスシティカレッジでジェフ・コーリーやステラ・アドラーから演技を学ぶ。そして彼はラジョラ・プレイハウスでの舞台、ビリー・バッドでデビューした。1959年、コバーンはランドルフ・スコット主演の西部劇ライド・ロンサムで悪役パーネル・ロバーツの手下役で映画デビューを果たした。他にもコバーンは数多くのテレビに出演した。テレビドラマボナンザではいくつかのエピソードに出演してロバーツと再び共演した。NBC 制作ジョン・ペイン主演の西部劇ドラマザ・レストラスガンでは2つ以上のエピソードに登場した。また、1960年から1961年にかけて放送された NBC のドラマクロンドイクでは、ジョイ・ランシングやラルフ・テイガーと共演した。やがてクロンドイクが打ち切られるとコバーンとテイガーは、NBC のメキシコを舞台とした探偵ドラマ、アカプルコに出演した。他にもコバーンは、弁護士、ペリー・メイスンに2度ゲスト出演した。1960年代から1970年代には、コバーンはアクション、西部劇でタフガイ役で有名になっていた。ジョン・スタージェス監督の荒野の7人と大脱走ではスティーブ・マックイーンやチャーズ・ブロンソンと共演する。彼は悪役の一人テックスを演じたシャレード、1963年や口のうまい海軍将校役の卑怯者の勲章、1964年片腕のインディアン役のダンディ少佐、1965年などで有名になっていった。1966年、コバーンはジェームズ・ボンドのパロディ映画、電撃フリント号、号作戦の主役で、正真正銘のスターとなる。1971年には、セルジオ・レオーネ監督のマカロニ・ウェスタン、夕日のギャングたちに出演する。この映画では、20世紀初頭のメキシコ革命の最中にメキシコに現れた。アイルランドの爆弾のプロを演じた。1973年にはサム・ペキンパー監督と組んでビリー・ザ・キッド、21歳の生涯、二人はすでに1965年のダンディ少佐で共に仕事をしているに出演した。その後も戦争の腹渡でペキンパーの映画に出演した。1978年、コバーンはテレビに戻り、バシール・ハメットの探偵小説、デイン家の呪いの3部構成のミニシリーズに出演した。だが彼は関節リウマチにかかり、1980年代の出演作は数えるほどしかなかった。やがて彼は俳優に復帰し2002年にこの世を去るまでの間、仕事を続けた。はじめのうちはテレビで活躍していたが、ヤングガンにや、ハドソン北、天使にラブソングをに、マーベリック、イレーザー、ナッティプロフェッサークランプ教授の場合、白い刻印、ペイバックに出演し映画にも戻っていった。特に、白い刻印でのコバーンの演技が認められ、アカデミー賞を受賞、全米映画俳優組合賞、インディペンデントスピリット賞にノミネートされた。2002年11月18日、コバーンは心筋梗塞で死亡する。その時、彼はカリフォルニア州ビバリーヒルズの自宅で音楽を聴いていた。彼の遺族は妻のポーラ、旧姓、ミュラード、息子のジェームズ4世、そして義理の娘だった。彼の遺骨はウエストウッドメモリアルパークに埋葬され、そこにあるベンチには名前が刻まれた。生前、コバーンはシボレーのテレビ広告キャンペーンの声を務めていた。コバーンの死後はジェームズ・ガーナーが引き継いだ。日本語吹き替え版は小林清がほぼ専属で担当している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。